自分でゲームを作る機会に恵まれた時、まあ、これは1993年ぐらいのことだったと思いますけれども、その最初の企画書がグランツーリスモでしたね。最もってのは一番難しい質問ですね。グランツーリスモというのは常に総合的なタイトルなので、車のモデリングじゃないですかね。The vehicle dynamics feel very realisticOnce I became a professional driver, I actually have used the game to learn tracks. It allows me to evaluate cars that I haven't driven yet. グランツーリスモ5プロローグを眺めるというか、そういう時間も作ってほしいなと思います。